こんにちは、レトスノーノです。9月9日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。頭が整理できていない。問題文の意味がわからない。覚えたことをすぐ忘れてしまう。これらは丸暗記学習の結果です。今からでも理解学習をして、頭を整理し、問題文を理解し、覚えたことを頭に定着させて、少しでも合格に近づきましょう。頭が整理できていない。問題文の意味がわからない。覚えたことをすぐ忘れてしまう。といった課題がもしあるのであれば、きっと弊社の予想模試は役に立つはずです。あと1日で値上げとなりますので、お早めにお申し込みください。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入っていきます。1500万円の債務を A、B、C が連帯して債務を負っている。負担部分は各自500万円とする。連帯債務者の一人 A が債務を免除された場合、B、C が連帯して1000万円の債務を負う。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。1000万円ではなくて1500万円です。連帯債務において、債務者の一人が債務を免除されても、他の連帯債務者に影響を及ぼしません。つまり、免除は相対項なんですね。したがって A が債務者から外れて、B と C が連帯して1500万円の債務を負います。絶対項と相対項の意味はきちんと理解して、免除が相対項であることを頭に入れておきましょう。まあ、この点はしっかり理解してほしい部分なので、個別指導では考え方をもう少し細かく解説させていただきます。で、問いにですね、法人の役員のうち、傷害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か×かという問題です。で、これ答えは、丸ですね。法人の役員または政令使用人が刑法の傷害罪により、罰金刑に処せられた。この場合、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過したら免許を受けることができるんですね。まあ、これは基本中の基本です。なので絶対解けるようにしておきましょう。まあ、意外とね、この刑の執行終わりとか、刑の執行を受けることがなくなった日、これ理解してない方がいるんですけども、これについても個別指導で解説いたします。では問い3に入ります。造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自らその工事をする者を言う、丸か×かという問題です。これはもう丸ですね。造成主の定義です。定義。つまり、造成主ってどんな人なのっていうことですね。造成主っていうのは、一つ目が宅地造成に関する工事の請負契約の注文者。もしくは、請負契約によらないで自らその工事をするもの。まあ、どちらか一方に該当したらそれは造成主だということですね。個別指導の受講者さんについては、この丸1と丸2について、具体例、受講者専用のメルマガの方に載せておきますので、この2つの具体例を頭に入れていただければと思います。で、受講者さん以外の方なんですけども、これイメージできていますでしょうか？これ、イメージできているかが重要なんですね。これまで理解学習をしてきた方であれば、具体例言えるはずです。言えない方は丸暗記学習の方なんですね。これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は理解学習に変える余地はあります。一方で理解学習をしてきたつもりの方ですね。このつもりの方っていうのが一番危険で、自分自身が理解学習を実践できていないってことに気づいてないんですよ。こういった方非常に多くて、実際理解学習してきた、でも落ちちゃったっていう方はもうこっちに当たりますね。理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ。例えば、まあ、35点が合格点だったとしたら、40点ぐらいの実力があって、多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば、42、3点は取れてたけども、もうちょっとミスをして40点で合格、39点で合格。まあ、こういった方なんですよ。理解学習してきた方っていうのは。だいたい合格点プラス5点ぐらいは、取れてるはずなんですね。で、多少ミスして、2、3点失点すると。まあ、いった感じで合格なんですよ。まあ、結局は理解していたら合格はできるんですね。一方で、理解してきたつもりの方っていうのは、ミスをしたとしても、またミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよね。だからそういった方っていうのは、理解してきたと思い込んじゃってるので、勉強の仕方を変えないんですよ。そうすると、次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですね。だからまずは気づくと。理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですね。そうすれば理解学習に変えることできますので、まずは気づいてください。
そして初めにもお伝えをした通り、予想模試の値上げまであと1日となりました。過去問では40点以上取れるのに、模試では20点台しか取れない、合格点が取れない、そんなお悩みがもしあるのであれば、こちらの動画をぜひ参考にしてみてください。今からでも十分実力上げること可能なので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。1年に1度の宅建試験、今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。